クララ・ノベロ1833年、クララ・ノベロはイギリスのソプラノ歌手。クララは音楽家、音楽出版社のヴィンセント・ノベロとその妻マリー・ソビラ、ヘールの間の四女として生まれた。彼女の声と超音の才能に初めて気づいたのは、父の教え子で音楽学者のエドワード・ホームズであり、ホームズは彼女が5歳になる前から指導を受け負った。クララが歳になると、 両親はパリに赴いて、王立音楽、宗教研究所に彼女を入学させた。しかし、1830年に7月革命が勃発し、そこでは1年しか学ぶことができなかった。帰郷した彼女は、父の音楽活動に参加できるようになっていた。1833年、クララは、ウスターの賛成堂合唱祭に出演し、 1834年には、ロンドンのウェストミンスター寺院の王立音楽祭でも、歌声を披露した。1837年には、バーミンガムの新しい市民ホールの完成を祝い、メンデルスゾーンのオラトリを、セーパウロを歌っている。その後、メンデルスゾーンが彼女のために、ライプツィヒのゲバントハウスでの演奏会を提杯している。1839年には、 オペラの舞台を学ぶためイタリアのミラノを訪れており、1841年にパドバでロッシーニのオペラセミラーミーでの主役を演じてデビューを飾った。1841年のイタリアフェルモでの契約期間中、クララは若い貴族のジョバンニバプティスタ・ジグリウッチ伯爵に出会い、1843年に彼と結婚した。彼女は結婚から6年間は、 夫と子供に献身的に尽くし、イタリアの独立のため運動をする夫に協力した。1849年、運動が失敗に終わったことにより、彼らはフェルモから追放されてしまう。ローマで契約の申し出を受けてから、彼女が一家のために再びプロの歌手として復帰することを二人は決定した。1851年にイングランドに戻った彼女は、 様々な場面で歌うようになった。クララの夫は、サボイア家が進めるイタリア統一運動に加わって、いたが、1861年に、イタリア王国の統一が果たされると亡命していた、一家は帰郷できるようになり、クララの歌手活動も終わりを迎えた。彼女は夫に先立たれてから15年後に、この世を去った。クララのソプラノの声と濁りない様式は、称賛を浴び、 彼女は1833年以降、オペラ、オラトリオ、演奏会における最も偉大な歌手の一人に位置づけられていた。作家のチャールズ・ラムは彼女を称えるし、クララ・エヌへ、2クララ・エヌを表している。注釈。ありがとうございます。